ブリブリして辛いカープ、熱い男がいないってことさ負け。まあ中崎も登板できたし、最後に1点取れただけ希望はある。森下くん今日は試合作れず、次戦こそ。今シーズン東とまだまだ当たるんすよね。なんとか対策を。今日はしゃあない。森下くんだって打たれることはある。堂林くん、夜は涼しいかい？結局新井が動いたら高確率で失敗するんだから選手に任せればいいんだよ。カープ1-5で敗れました。仕事に戻ります。明日は堂林が先発。今日はノーチャンス切り替えていこう。収穫は系統無失点巻き無事でよかった。マジでまた明日アドウア君に頑張ってもらいましょ。さて巨人さんを道連れと呪いつつヤクルトさんを応援しましょうかね。まあこんな日もあるよ明日かと。森ペイは次の G 戦ではしっかり投げてくれ。2戦連続負けは勘弁な。明日こそは絶対勝つぞ。悔しすぎてスコア取り損ねたので最後のシーンです。はい負けほ完封阻止したけど負けようですわ。今日は森下が全て。まあこんな日もある。負けほういい加減森下は坂倉と組んだ方がいいよ。ご視聴ありがとうございました。